はい、どうも皆さん、こんにちは。秋田です。本日もですね、株価のテクニカル分析の方を行っていきたいと思うんですけど、本日はですね、定期的に YouTube の方で投稿している日経平均株価のお話をしていきたいと思います。で、直近の分析に入る前に相場の流れの振り返りであったりとか、前回投稿した動画のお話を少ししていきたいなと思うんですけど、結論からお話しするとですね、前回 YouTube で投稿した日経平均株価の予想動画、分析動画ですね、見事に的中しました。で、現状ですね、私の動画を参考にエントリーをされている方に関しては、しっかりと利益が出ている展開となっていて、公式 LINE にもですね、こういった形で利益を獲得することができましたっていうメッセージを多くいただいています。なので、要はですね、直近で発生した9月25日あたりから発生してですね、暴落で多くの方が利益を獲得している状態になります。でも、前回の動画がどういった分析だったのか忘れてしまっている方もいらっしゃるかなと思うので、まずはですね、そちらの動画からですね、少し見返していきたいなと思います。一番簡単なエントリーポイントを解説しておくと、まずですね、下のサポートライン終わった時に空売りを入れて、少し調整とか入った時にですね、追加で空売りを入れる。売りポイントに関してはですね、このポイントが一番利益出るかなと思いますし、利確ポイントは別に直近の底であるこちらの平行ラインにしておけばいいので、利確も非常に明確かなと思います。はい、ということで、前回ですね、 YouTube の方で投稿した動画の方を視聴していただいたんですけど、見ていただいて分かる通りですね、前回の動画でお話した通りのシナリオが現状発生していて、こちらの LINE 自体もですね、前回動画を投稿した際から一切いじっていないもので、 LINE に関してもですね、確実に効いているっていうことが分かると思います。で、 LINE のおさらいをしておくとですね、現状引いてある LINE は2つになりまして、1つ目は2023年8月の前半でですね、意識されていた平行チャンネルで、もう1つがサポートラインになります。で、このサポートラインを下抜けして逆 N 字の形を作って、結果的に暴落発生させたので、このあたりのですね、今四角で囲った値幅に関してはほとんどの方が取れたのかなと思います。なので、今回しっかりと皆さんの利益が獲得できたということで、この後の相場展開のシナリオであったりとか、具体的なエントリーポイントのお話もしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧になっていただければと思います。で、私の運営している YouTube チャンネルでは、株式に関してのテクニカル分析を中心に普段から動画を投稿しています。チャート画面に対して抵抗ラインを引いたり、インジケーターを活用した分析方法など、他の YouTuber の方が実践していない手法を多くご紹介していますので、ぜひともですね、チャンネル登録をお願いします。そして、株式投資で勝ちたい、投資スキルを磨きたいという方に関しては、必ずですね、概要欄の URL から公式 LINE の登録をお願いします。で、公式 LINE を登録するとですね、私が運営している無料オンラインサロンに参加することができるんですけど、このサロンでは YouTube では公開していない株式銘柄のテクニカル分析などを行っています。また、定期的に無料参加型のイベントも開催していますので、そういった特典を概要欄の URL から公式 LINE を登録して受け取っていただければと思います。では、本題に入っていきます。冒頭の続きになりますが、前回のエントリーポイントが見事的中して、多くの視聴者さんからメッセージをいただきましたが、一応ですね、その際に私もポジションを持っていたんですけど、本日の朝方に決済の方を入れてしまいました。で、なんでここで決済入れたのかというと、ここですね、一度見極めたいポイントとなっていまして、今ですね、直近の底あたりの価格帯でロースが推移しているんですけど、微妙に上に超えているような形なんですね。で、ここをですね、明確に上に超えてくると、もう一度ですね、この高値を目指すような展開になると思いますし、ここを明確に下に跳ねてですね、こちらの平行ラインの直近の底になる平行ラインを再度割ってくれた場合には、下降トレンドが継続していくというシナリオになります。で、僕としてはですね、ここは一度ポジションを利確して、どちらの方向に跳ねたのかというのを確認してからですね、再度新しいポジションも持ちたいなと思っているので、僕はですね、ここで一度ポジションをすべて決済しました。で、基本的にですね、僕すべてのライン必ず引いているんですけど、ライントレードは少し難しいところがありまして、例えば、引けを意識してラインを引くのか、それとも実線を意識してラインを引くのか、それとも丸々時間ですね、
時間軸によってロースコ確定したポイントでラインを引くのかみたいないろんな引き方があるので、正直ですね、正解を導くのって結構難しいと思ってます。なのでラインをある程度引いておいて、明確にラインが超えたらトレンドフォローしていくみたいなところがですね、私の戦法になってくるので、今回ですね、一応利確して明確にですね、どちらかのラインが抜けてくるまでは一度ノーポジションでいこうかなと思います。で、明確にポジション抜けてくるのかというところを上と下で一応お話ししていくんですけれども、上に関してはですね、こちらの平行ライン値としては 32,351 円、そこに関してはですね、こちらの平行ライン 32,026 円ですね、こちらの平行ラインを認識されてくるかなと思うので、このどちらかに抜けたらですね、基本的にはトレンドフォローしていければと思います。で、下抜けした場合に関しては一応注意しなきゃいけないところとしては、こちらのサポートラインがですね、引ける展開になるので、もしかしたらこのサポートラインでですね、微妙に反発してくる可能性があります。なので、この反発でですね、変に含みゾーンを抱えないように、必ずこのサポートラインに抜けたところですね、 31,925 円とかするぐらいの値で空売りを入れていただけると利益出やすいかなと思うんですけど、現状がですね、ちょっと上に跳ねる可能性が高いかなと思ってます。で、その理由っていうのはですね、現状 MACD が切り上がっていて、価格が切り下がっている、逆行の形が形成されていて、ここはですね、売られすぎのサインが点灯しているというのが一つ、あとは RCI3 ラインズ、トレンドの強さを3本で表すインジケーターなんですけれども、これがですね、底の値を推移していて、現状上向きに展開しそうな形をしているので、現状上に跳ねる可能性の方が高いかなと思ってます。ただし、シンプルに上に跳ねるというよりは、ここでですね、ダブルボトム形成してから一度上に跳ねるみたいな可能性も十分考えられるかなと思うので、もしかしたらですね、今週末あたりには一度暴落して、来週秋ぐらいから上昇トレンドが発生するっていう可能性もあるんですけど、まあ現状はですね、短期的に上にトレンドが発生する可能性が高いと思っていただければと思います。なので、本日お話ししたですね、2つのポイントを参考にエントリーの方を行っていただければと思うんですけど、ひとまずですね、前回投稿した動画の予想が見事的中して、多くの方に利益を届けることができてよかったかなと思います。では、ちょっと本日も手短な動画になりましたが、また明日も動画を投稿しますので、ぜひともチャンネル登録、高評価等していただければと思います。で、また何かですね、わからないことなどあれば、公式 LINE もしくはオンラインサロンの方でご質問していただければと思いますし、公式 LINE の方ではですね、今月も無料のイベントなどのご案内も行いたいと思いますので、そちらも楽しみにお待ちいただければなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴していただいてありがとうございました。